はい、おはようございます。お願いします。ではすいません、入場します。お願いします。え、ちょっと打っちゃうよ。あ、もうこれ並びよ。はい、ということでバルブレイブいきたいと思います。ファミチキパネルです。なんかちょっと液晶がアキラのメイン画面、メインメニューになってるんで隣もだったんですけど、ちょっと怪しいのでこちら行きます。なんかあるといいですね。はい、皆さんおはようございます。ミリテレのいちごゆいと申します。ということで本日ですね、7連戦の2日目、プレスト3グループ3連戦ですね、2日目なんですけれども、神奈川県横浜市泉区にございますプレスト弥生店さんにて初収録なんですよ。実は来店は行ったことあるんですけど、収録は初なんですね。ということで本日、プレスト弥生大店さんにて、いちごゆいのいちごの食べ頃録上回収録いきたいと思います。なんですけれども、ちょっと語らせて、朝、今日ですね、横浜に3泊してまして、優雅にね、モーニング行くから早めに出て、雨だったし早めに出ようと思って電車乗ります。普段電車乗んないやつ、盛大に電車を間違えまして、全然違う方面に行ってたということで、タクシーでね来たんですけど、めっちゃ混んでるし、朝だし雨だし、40分抽選のところ43分くらいに着きました。大変申し訳ございませんなんですけれども、一般入場で一応バルブレイブの方取れましたので、こちらですね、ちょっととりあえず紙付きパネルです。かっこいいでしょ。紙付きパネル、導入されておりますので行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあブブーの扱い自体はもともとここの店舗さん1台しかなかったので、まあその設定状況っていうのはなんかめちゃくちゃ良かったっていうのは見たことないんですけども、なんと3台になって、紙付き2台の初期パネル1台3台になってるので、ちょっとねその辺ね、入れ替え後に入った台っていうところで期待はしていきたいなと思うんですけれども、本日ですね、3台並びの取材が入っておりますので、ちょっと並び系を注目してのバルブレイブでもあります。前回イチゴが来店ディスの時にスロドルが4、5、6出てて、なんか面白い台に入れてくる傾向のある店舗さんだとは思ってるので、ワンチャンまたスロードルをね、前回あんまり回されなかったんで、スロードルに入っててそっからの3台並び、スロードルブブブブブブか、スロードルアケリオンブブブみたいな、ワンチャンあるんじゃないかなっていう期待も込め、ブブブに着席させていただきました。まあブブブなんてね、あれなんですよ、AT っていうか革命ラッシュに入れてしまえばもうウホウホですから、ちょっとね、とりあえず朝一の 20% だっけは引かないようにミミズ回避でいきたいと思います。てかね、レア役、弱小役からとかでブーストチャンス入ってくれる台はマジでいい台だと思ってる。めちゃくちゃね、本当に点設定みたいな台を何度も打ってきましたけど、マジでブーストチャンスには入らないから、スイカとかから今もね、ほとんど全部のレア役入ってんじゃない。じゃない。あら、あ、強い。弱いと思ってたけど当たってたかもしんない。 OK、 まあ設定6だとマジで300超えないんで、とかほぼほぼ D なんで、これは本当に前回6っぽいのを見て思いましたね。はい、ということで、実ゲームが168ゲームの簡単が200のどんところですね。京都 V、 さきちゃんいきます。投資がまだ6本です。いや、マジミミズは本当にやめてほしいから、ハズレとかで絶対に突破するなよ。まあ無理か。でもなんかミミズっぽくないぞもう。はい、デフォです。はい、200のゾーンでいってます。実ゲーム239ゲーム、投資が追加しまして15本ですね。ゆまちゃんいきます。ボイチャレンジ任せろ。いや頼む。ジャック跳躍じゃないと厳しいよな。いやちょっと刺したい。おっしゃ、 V ドレイピックで、あー、これレギュラーだ。わかるもん、もうレギュ
15本ですね、投資全然 OK、全然 OK、 早い早い早い、チャンス見たのにもう最後くぅ、全然もう全然、3枚目またもやありえないことが起きちゃってるチャンネルなんですけど、4枚目もうデフォなのよ、デフォ。でもなんかその反動はでかい日あるからちゃんとしっかり返ってくるときあるんで、ちょっとあの腕の力、腕の見せ所をやってありますわ。さあ内臓ですね、おそらく通常なんかモード B に行って取ったのかな。566ゲーム実ゲーム、投資大変なことになってます、割やばいですよ。まあでも超革命さえ張ってしまえばすぐだからね、そこまでたどり着くのは大変なのよ。投資が21本で31本です内臓。まあ1回目外れでスルーしたけど、2回目が、V ゾロだったんで、まだねミミズの可能性は捨てきれないっていうのはある。これさワンチャンあれ行くんじゃない、あれはないか、チャンスオンに入ってるからボーナス観天井する。もうみんなこの図すごい見飽きたと思うんですけど、6枚目何も起きないよ、6枚使って、5枚か、 50K もう水族館とか行った方が有意義なんじゃないの、東京ディズニーランドじゃないの。いやでもね、言うてもね、もう1245通常回してるんで、あとね200いくつくらい回せばね、ボーナス観天井なんですよ。あれ違うわ、ボーナス1回引いてるよね、レギュラー。うわー、ちょっと待てー、ボーナス引いてるわ、241で。うわー、うわー、はい、お待たせしました、800ゲームちょっとカウンターの実ゲーム488、投資が58本。久しぶりの京都部行きます、さきちゃん。いや頼む、やばい、初日からさ、初日じゃないや、7連戦2日目にしてさ、もうとんでもないくらいタコ巻きしてるんですけど、ありえない。うわ、 V ゾロか、やっぱ外れでまだ行ってないからまあまあいいでしょうということで行きます。本日2回目のボーナスですね、危うくボーナス観天井行くところでした。うわ、レギュラーだ、なんかよしよし、あーこれマジでフルコンボあるよ、フルコンボ、やれ、危うくどうなっちゃうの、昇格、うわ気持ちいい、ないか、やりそう、これ引いちゃいそう、赤いやつ追い込まれた時弱い人間上位です。いや頼むんだけど、本当にとんでもない不幸が訪れるかもしれない、危なー、やっと今日初のラッシュなんですけど、ようやくなんかメダルが出るってやつです。ありがとうございます。ということで、投資58本です。ありえない。いきます。これで、超革命サクッと入れて、楽しい楽しい、7連戦2日目にしたいと思います。いやもうやんねえな、ちょレギュラーからだから全然取れないんですよね、297枚だって58本も使ってギャグラーじゃん。こんにちは、いちごゆいです。近いね画面、ちょっとね通路が狭いためちょっとね顔が近いと思うんですけど、なるべく後ろに下がって打ちたいと思います。ということでもうバネブレイブ無理ですということでバキに移動しました。根拠はございます、北斗が仕事出てて1台で、その隣の北斗も多分良さそう でその隣がバキなんですよ。で今日三台並びの取材入っておりますので、一応ちょっとバキスコッパーですね、分かんない、北斗北斗北斗かもしれないし、
またこれが当たってれば北斗北斗バキかもしれないし、わかんないんですけど、前回もバキが対象だったんですけど回ってなかったと、結果によるとね。なんでワンチャンスあるということで、超久しぶりにバキ打つんですけど、バキちゃんでいきたいと思います。お願いします。結構店内並びの箇所見えてきているんで、もうあの下手にねいろんなところを掘ったとて、あの大破産するだけなんで、まあ、可能性のあるバキちゃんで、ちょっとねバキバキアルティメット久しぶりにやりたいな。動画ではバキバキアルティメットしてないんで、そうね、20セットまで頑張ってバキバキ会いきたいと思います。いちごゆいのバキバキアルティメット会いきます。お願いします。投資が今とんでもないことになってるんで、ちょっと待って、次7枚目なんですけども、大丈夫かな、まだ3時間です回転。わけがわからない、頭おかしくなりそう。魂の7枚目燃えて、久しぶりにこんな投資してるなとか言ってみたいですね。毎回これよ、もうどうなってんの。いや追加引いてくれ、あー熱いよ。ありがとう、はいマックスです。素晴らしい、見た見た、みんな見てる、マジ画面近いな、ちょっと下げますね。てかこの状態でカタルシス行くのは、まあ、AT は確定してるんだけど、めちゃくちゃチャンスだからね。ほん、あーよかったよかった、バキ移動しといて、とりあえず出玉はできそうなんで安心安全。ちょっと追加投資がもう怖すぎてやばいですね。7枚目だよ、前代未聞、12時でよっしゃー行くか。はい、ということで128ゲーム、まあ天国のゲーム数なんですけど、いきます。投資が63本、ありえない、いきます。はい、カタルシス超久しぶりですから、すんごい忘れてるわ。これ V20 取っちゃおう。うわあ。すごい。右取りまくるか。右で。つまんないからね、最初から真ん中行くのは、さすがに。右だろ。よし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 。これで V1 個は確実に持ってこれるんで。これが面白いんだからバキの、いけよ、まだつまんないよ。いや待ったとか絶対ないですよ、ストック。こうはい、63本です、投資いきます。63本まくるためには、まあバキバキアルティメットはもう絶対なんですよね。設定が入ってるとするのであれば5とかがいいですね。なんか5は伸びるみたいな感じで言ってますよね。全然始まんないんだけど、え二択すら成功できない。よし行きます。さあ行きます。どうしたわじ、今日は等身大だぜ。行きます。とりあえず1セットあるから、あしかも赤や初回、これはめっちゃチャンスだ。とりあえず連役引いて男くらい持ってこよう。いやマジで頼む、1個くらい取得しよう。うわつい2か、いや弱だけど持ってくれるでしょう、男比べ。いやあるよあるよあるよ、3、いやオッケー、うまっす、うまっす、白ね。とりあえず1個乗せたい、頼むわ。まだ終わるねよ。あー左はダメ、セーフー、緑はい、V ストック分ね。ゴーとバトル20、はい3セット目、いいよ
今日一番出てる240枚。ちょっと1セット1セット大切にしていくね。さっき、うわー、これはもうさすがに多分ね、一期優位では無理。強いよ、裕次郎ですわ。そりゃね、そりゃそうですわ。315枚、最高。お、これボードインやつですよね。お、復活はないですね。通常 C は200ゲームプラスアルファ特集ボードに飛びやすいと。まあ AB には転落しないので早めに当てましょう。バキーン、あ、当たるわ、そのままワンで直撃まであるんじゃない普通に。え、待って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 、19ゲーム直撃まで見える。オーガバトルボーナスじゃないよね、おそらくだけど。っていうかね、このさっきの H に入る前にハンマーカウンター溜まってたんですよ。それが持ち越されてるわけはないか、か、まあ普通にゲーム数っていうか規定で当たってるかって感じですね。わかりませんけれども、オーガバトルじゃない、カタルシスいきます。黄色ね、ちょっと耐えよう。ここはとりあえず紫くらいまで行っておきたい、安心安全の。いやー、オッケー、おー、うまい。まあ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 、いいと思います。さすがに突破できる。ハンマー立て。構成ってさ、弱ですね。うわー、痛いな今の落としたの。頑張ったのに。で、待って、スイカ食べるのめちゃくちゃうまいんだけど、あと1個なんですけど。すごいスパンでスイカ引いてるけど、解明しようかな。あ、スイカ優位にするわ。じゃこれさ、もう1個引けたらさ、ちょっと名前解明しますね。ちょっといちご優位やめます。スイカ優位で、あるよー。いや、チェリーかちょっとバキの楽しみ方違うよねこれあのスイカでハラハラするっていう。あか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 、あるよ、マジである。これ強スイカ見えるよ。天才すぎんだけど、スイカユイエ、え、マジでうまいんだけど、天才じゃない？この短期間でさ、はい、ということで投資が変わらずですね、62ゲームマックスです。はい、このカタルシス、オッケー。いやー、まだあってー、オッケー、引っ張ってる、これは大丈夫。ワンチャンこっち取ってくんじゃない。まだ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 限界を超えていきたい。まだある、待った待った、ちょ待って、楽しくなってきた。まだある、めっちゃあるぞ。頑張れって言われちゃった。ない、まだ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 頑張ろう。まだ全然あると思う。あと3枚くらいあるんじゃないですか。はいはいはい、まだよ、中はないって出てたわこれね。面白くなってきたかもしんない。はい、ないない、中はない。ちょっとこれ叩きどころだな本当に。まだです、よしああとりあえず10個は目標に行こう。ハンマーボーナスはしっかり取ってこよう。よしまだある、まだある。だって小杖さんがさ、はいはいはい、まだ参るよ。いちごゆい、こんなんでいいの。いちごゆいじゃない、スイカ、うまいバッキー面白いぞ。いや、左取りたいな。11個右です、2 10、見える、マジ。あと1回行けばもう真ん中でもいいってくらいの気持ち。行ってくれ、10にしたい。右、いや、まだ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 、あと5枚くらいあるすごいじゃねえか。
事故事故。いかあ、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。もったいないよ、待ったストックは。よし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 、これで10になるんでハンマーボーナスは確定ではないか。11か。マイル、マイル、いちごゆい、3000枚じゃ足りないんだよ。なんかすごいいい音したが、これ決まっちゃうかな。ですね、10個。ありがとう、ありがとうございます。よし頑張ろう。とりあえず10セットあるから、多分1、2、3、4、5回、ハンマーボーナスは10セットいけるわ。ハンマーボーナスはとりあえずいける。よし行くぞ。よし行きます。10セット持った、オーガバトルボーナスです。楽しんでいこう。どうしたおやじ、行こう。あとは自力で男クラブ中に乗せていければ本当に20セットのあれまで見えるから頑張ろう。あの油断するなよ、1セット1セットって分かってるのに。とりあえず最初のハンマーボーナスですね。まあこっからわけわけアルティメット持ってくるのはまあないから、もう10セット目の 何パーセント引くか、何パーセントか、数パーセントかを引くか、あれ 10% ぐらいあるんだっけ、引くか、もう20セットまでもうアームで持ってく。まあもちろん 0.4% 引けるわけもなく、そのままオーガバトルボーナスへと戻りたいと思います。よし、とりあえず10セットまでは続くんで、もう是が非でもストックはしていきたい。しかも降格 OK、 なんかもう10個くらい乗せちゃいたいわ。はい、男クラブいきます。白ね、乗せるか。とりあえず1個でもまだ落ちないよ。いやー早いで、まだゼロー。そんなもんなんだよね。わかるわかる。 OK できー。ということでハンマーボーナスいきます。10セット目の引いてくれマジで 16.8%。 1回引いたことあるんですよ、10セットからバキバキアルティメット。頼むよ。どう思いますか。すごいいける気がするんだけど、なんかすごい自信に満ち溢れてる。頼むわ。なんかいちごが10セット目でバキバキアルティメットに入った時になんか特殊なやつだったんですよね。多分これ特殊じゃないですよね。ハンマーボーナス中は勝手に確定ですね。いや頼む、多分13まで確定なんだけど、本当に頼む、来い。もうすぐボタン来るよね。いつ、いつ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 、頼む開いてくれ。最終で来るから、これ来たらマジの神回あるよ。ブブブで3000枚使ってからのどうでした。1個ね、一応13枚だからあと7個自力で超えるか乗せればいい。いきます。赤ね、降格スタート、降格スタート大切にしていこう。耐えろ耐えろ、いけるバキ。応援、すごい応援。バキか、ちょっと復活危ないだろうな。重要セットちょっとやめてね、本当に強くやりたいんですけど。いやー1400枚今手持ちに持ってるわけだから1500枚か。ちょっとね、まだ参ると思います、まだ参る。今一応半分取り返したからね、3000枚。頑張ったよね。はい、ということで127ゲーム多分ハンマーメーターからいってると思いますね。解放のカタルシス、いやこれ取ってまだ持ち球があるうちに次の強クラ待機でいきたいと思います。いやマジで強クラやりたい、久しぶりにやりたいな。ここから上げていきます。先まで行っちゃったりしていかないか。まあ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 、でも早く早く負けたんだよな。あら、
赤文字。オッケー。よし。さあ、行きます。本日2回目の AT です。バトルボーラス、4セット261枚復活なし。4セットしたジャック、バッキー2セット149枚、はい、はい、天国ですね、持ち玉です。フォア力美さんを十分に生かしていきたい。とりあえず赤まで行こう。もう最後にしたい。オーガバトルボーナス。はい。ツー、スリー、フォー。あ、うまいぞ。ほう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 。とりあえず継続選ばれてこないと、もう赤が突破できないんだから。オッケー、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 オッケー。くっ、ナイス。V 行こう。クイ行こう。マットストックは多分でないんですよね。まあ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 、まあ、さあ最後にしましょう。これでありがとうございました。さあここマジで伸ばせれる、来たわ。 50% 以上来たんですけど、マジで伸ばしどころ来た。 50% 以上でしょ、だってで 67% か 80% の可能性もあるっていったところ、うわー、ちょっと待って、しかも V ストック1個あるわけでしょ。本当に伸ばすよこれ、マジで強く入れるかんね。どうした親父、やるわ、気合入れてく。あかー、これはいただいた。2個ね、いってきます。スイカ分かんないけど、おナイスです。危なっ、ごめんなさいね、目を閉めて。スイカ取ってんのか弱で取ってんのか分かんないけど、チャンス目だったのかな。で、トッククラブはなしないか。これ金だよね。え、80% ループじゃない。最後にドラマティック展開来たんですけど、次だよ、最高だよ、バキーありがとう。じゃあ 80% あるって信じよう。もう最高継続だろ、やば。それさ、裕次郎優先っていうか先行ってやばいんじゃない。あれ、そんなことないかも。この時強パターンかなこれ。バディやめてくださいね、本当に10セット目前にして。やべえ、絶対に必殺技、赤いオーラをまとるな。あー、いけるよ、パンチパンチパンチ、あ、キックキック耐えれる、バキバキだろう。今まで鍛えてきたじゃん。ちょっと待って、頭の位置をより高きに置くもの。ちょっと待って、これ最後まで第3、ちょっと待って、もう戻んない。ありえないことが起きた。やってられない。なんか 80% ぐらいあったんじゃないかなとか思うんですけどね。はい、ということでね、ちょっとな、頭の位置裕次郎のボイス出たんで、逆転は天国 AB 濃厚なんで、もうだったら逆転にしてくれよということでね、ちょっと天国を追いたいと思います。難しいね、バックってマジで。155枚、はい、ということでですね、いちごゆい選手、あのバキー、でも頑張ったよ本当に。なんかちょっとブブブの負債を少しでも取り返したかなとは思うので、わかんないです設定は、正直判別むずいし。でもただ終了画面結構出る気がするんですけど、 AT 多分ね
チャンス合わせて9回やってるんで、ゼロ分かんないけどね。お、1500枚あるわ。耐えた。半分あると思います。ということでぴったりよ。ちょっと店内見てやめてそうな台がなければ、ちょっと稼働の方は終了したいと思います。また明日もねありますので、7連戦2日目ありがとうございました。食べごろ、はい、皆さんおはようございます。ロッコン少女チャンネルです。行っちゃっていいですかね。ロッコン少女チャンネルの市川結衣です。我らの坂線、超地元です。いや、めっちゃ久しぶりなんですけど、すごい嬉しい。朝一ですよ、朝一。